てられた町の片隅で私たちは出会った。技術の発展によって人間の心理状態や性格的傾向を計測し数値化できるようになった22世紀、あらゆる心理傾向が全て記録管理される中、個人の魂の判断基準となったこの計測値を人々はサイコパスの俗称で呼び習わした。そんなサイコパスの中でも特に凶暴性や道徳感情に関わるものを犯罪係数と呼ぶ。犯罪係数が高ければ高いほどいつか犯罪を起こす可能性が高い。犯罪係数が規定値を超えれば潜在犯として逮捕・隔離される。潜在犯の摘発と国民のメンタルケアを行うのは厚生省の包括的監視ネットワーク、シビラシステム。シビラシステムが犯罪係数が悪化した者、潜在犯を見つけ出し、厚生省公安局刑事課がそれを取り締まる。潜在犯を取り締まるために最も効率的なのは潜在犯を利用することだった。犯罪者の心理を犯罪係数が低い人間が推測するのは難しい。だが同じ潜在犯には犯罪者の行動や心理を読むことができる。公安局に採用された潜在犯は条件付きで社会復帰が許され、執行官と呼ばれる。そんな執行官を束ねる監視官として私は公安局刑事課一係に配属された。俺は執行官として監視官常森茜の下で働くことになった。私と鴻上さん、そして同じ監視官の宜野座さん、執行官の正岡さん、国塚さん、香里さん、分析官の空野森さん、以上刑事課一係は協力して様々な事件の捜査に当たった。通常の任務をこなしつつ俺にはなすべきことがあった。かつて仲間を殺された未解決事件の黒幕、牧島省吾。牧島省吾は複数の凶悪事件に関わっていた。牧島省吾を追跡する過程で私は親友を目の前で殺され、シビラシステムの正体を知った香里君は行方不明となった。牧島省吾は犯罪係数が上昇しない免罪体質の持ち主。その特別な才能ゆえシビラシステムは牧島省吾を処分できず、彼に逃亡の機会を与えてしまう。そして牧島省吾追跡再開。俺は自分の恩師である雑賀先生を監視官に紹介した。かつて雑賀ジョージ先生は公安局で犯罪心理学教室を開いていた。鴻上さんはこの出身者だ。私は牧島省吾を逮捕したい。しかしあくまで牧島省吾を殺したい俺と法的な裁きを下したい常森監視官の間には決定的な溝があった。俺は公安局を脱走した。全てを捨てる覚悟で。鴻上さんは公安局を離れた。自分の復讐を他の何よりも優先して。常森監視官の制止も聞かず俺は最終的に牧島省吾を殺した。シビラシステムの決定を無視して牧島省吾を殺した鴻上さんはそのまま姿を消した。鴻上さんが逃亡潜在犯となり、正岡さんは殉職。犯罪係数の悪化によって宜野座さんは監視官から執行官になった。
欠員を埋めるために新たな監視官として下月美香、そして執行官の東金咲也、菅生哲平、日中翔が一係に配属。新たな事件に挑むことになった。主犯であるカムイキリトは複数であり個人、異質な犯罪者。そして敵は犯罪者だけではなかった。執行官の東金咲也は異常な情念に支配された危険人物であり、私の祖母を惨殺した。カムイキリトと東金咲也が死亡し、事件は一応の解決を見る。日本から逃げた俺は海外をさまよった。シビラシステムに守られた日本と違って、海外は混乱と紛争にあふれていた。そこで俺は傭兵の真似事をしつつ、ある抵抗運動に参加した際に常森茜と再会する。シビラシステムの輸出、それに絡んだ政治的な犯罪。私と鴻上さんは協力して事件を解決し、今度こそもう二度と再会することはないだろうと思った。再会してはいけないと思った。私は日本の刑事、彼は逃亡した潜在犯。状況次第では血まみれの対立だってあり得る。それでも未来のことなんて誰にもわからない。どんなに遠くまで旅をしても、運命が俺を追いかけてきた。チベットヒマラヤ王国をふらついていた俺に、日本外務省のエージェントが接触してきた。花城フレデリカ、外務省海外調整局のエージェント。シビラシステムの世界拡大路線に乗って、外務省は特殊工作作戦部門を創設した。それが行動家だと聞いた。表向きは情報収集が仕事ということになっているが、そんな穏やかな連中でないことはフレデリカを見れば明白だった。外務省行動課はピースブレーカーという脅威の殲滅を目的としていた。行動課は暴力に対抗する暴力として俺をスカウトした。昔の俺だったらその誘いは断っただろう。今さら日本に戻って何になる。だがそれはつまらないプライドの問題に過ぎない。たとえ使い捨ての駒になって死ぬことになろうとも、俺には日本でやらなければならないことがある。そう思うようになった。二人は複雑な宿命を背負ってやってきた。シビラシステムの死角で生きる者たち、ビフロストのコングレスマン、インスペクターたち。彼らは特殊な権限を有し、自らの利益のためにシビラシステムを使った危険なゲームを行っていた。新藤新たの父親敦氏はケイ・ミハイル・イグナトフの兄を射殺した後自殺している。どうしてそんな二人がバディを組んでいるのか。そして私はなぜ監禁されるに至ったのか。すべてを記録し語らねばならない。あなたたちにすべて話します。2年前何が起きたかを。これより作戦を決行する。外務省海外調査部現地調査隊、通称ピースブレイカー。鴻上！それでも俺は正しさを求めるお前を信じる。人はシビラという極めて全能な神を作った。だがその神を殺すのも人だ。あなたを法で裁きます。